はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ、いよいよですね、楽園ストーリーもクライマックスが近づいてきておりまして、今回ね、診断で実装されたビーステッドと楽園を取り込んだ楽園ビーステッドデッキご紹介していきたいというふうに思っております。マジでかっこいい本デッキ、ただ回すのめっちゃむずいあれ、しかもこれ以降またむずくなるんだけど、新しいモンスターとか追加されて、今今回ね、あの診断で追加されたビーステッドと、あとカルテシア、グランギニョル、リンドブルームあたりを、今回あのデッキ、楽園融合デッキ、楽園ディスペアデッキにあのぶち込んできておりまして、まあ、デスペアとね、ビーステッドは、まあ、陣営的には一緒で、ストーリー的にはね、かなり相性がいいテーマになっているんですけども、楽園融合っていうカード、これがマスターデュエルでは3枚使えると、 OCG ではこれね、今制限カードになってて1枚しか使えないんですけど、なんかマスターデュエル3枚使えるんですよね。だめっちゃ強いこのカードが。で、楽園融合で何を、まあ、融合召喚していくかっていうと、基本的にはまあミラージェードまでつなげるんだけど、ここでね、あのね、ルベリオンを墓地に送ることによってビーステッドムーブもかませることができるようになったんですよね。ルベリオンを融合召喚するときに、アルビオンじゃない、アルビオンを融合召喚するときに、このルベリオンを、墓地の、まあ、ルベリオンとかアルビオンがめっちゃ多いんだけど、このテーマ。アルビオンを融合召喚するときに、ルベリオンを墓地に送りながら、アルビオンの効果で、ルベリオンを、あ、ちょっと他の闇属性がなんかいないといけないんですけどね。ルベリオンを出して、で、ルベリオンで手札コスト切りながら、ミラージェイドを、出していくと。そうすると盤面にアルビオンが残るんですね。で、アルビオン、をあの素材にルベリオンを墓地から特殊召喚して、楽園の獣を置いたりとか、まあ、失楽園を置いたりとか、副楽園を置いたりとか、この辺の、まあ、カードを臨機応変に、まあ、置いていくという動きが結構可能となっておりまして、ね、さらにリンドブルームもね、結構強くて、これ楽園融合で普通に出せるんですけど、アルバスの楽園プラス獣か獣戦士か鳥獣なんで、獣獣戦士鳥獣を今回入れてるのはスプリガンズキットと、トライブルゲートメルクーリーですね。この辺のモンスターもね、まあ、特殊召喚したらね、あの楽園魔法トラップサーチできたりとか、あと普通に楽園融合モンスターがいると、あのモンスター効果無効にできるような、あのメルクーリエっていうモンスター、これあとあの除外された場合にアルバス系のカードを持ってこれるから、メルクーリエをね、アルビオンの、あの融合召喚効果で除外してあげればまた効果発動できたりとか、まあ、本当にね、いろんなシナジーがあるわけですよ。で、そこに今回このカルテシアが入ってまして、カルテシアもめちゃめちゃ強い。アルバスの楽園が存在している場合ね、墓地かまたまヒルに、手札から特殊召喚できますということで、楽園融合とか打つと結構ね、あのアルバスの楽園が割と墓地に落ちたり、あとコストで来てたりもするからね、なんで結構割とまあ条件は揃いがちなんですけど、カルテシア特殊召喚できますと。で、さらに、お互いのメインフェーズ、自分の手札フィールドからレベル8以上の融合モンスターカードによって決められた融合モンスターを出せると。これでね、あ、ちなみにこのお互いのメインフェーズで発動できるのも強くて、なんか相手の状況とか結構かわせたりするんですよね。これも結構強いです。はい。で、エンドフェーズに戻ってくるっていう効果もあります。で、これで何を出していくかっていうと、グランギニョルが基本的に、出すモンスター、まあ、他の、自分を巻き込まなくてもいいんで、別に他のモンスター何でも出せるんですけど、まあ、基本的にはグランギニョルを出していくことになると思います。で、グランギニョルがどういう効果があるかっていうと、デッキ X 先からレベル6以上の光闇属性を墓地に送るっていう効果と、あと、なんか相手のモンスターの効果でモンスターが特殊化されると、あのドラグマッカーデスピア出すっていうね、まあ、この辺の2番の効果はね、まだそんなに強くない、正直クエリティスクラーしか出すものがないんだけど、あれ、後々強くなる、これは2番は。で、1番であのカード墓地をくれるのがレベル6以上の光闇属性なんで何でも送れるんですけど、例えばまあスプリンド送ってね、エンドフェーズにサーチを入れた、サーチっていうか、スプリーガンズキットを特殊召喚したりとか、単純にアルビオンを送ったりとか、スプリンド、あ、リンドブルームを送って相手のターンにね、アルバスを蘇生する準備をしたりとか、なんか本当にいろんな臨機応変なモンスターを送れる。で、メインデッキのモンスターも送れるんで、ルベリオンを送ったりとか、あと、これ、クロゴリュー送ったりもできるんですよ。でね、カルテシアプラス、サロニールとかのハンドとかって、グランギニョル出しながら楽園融合サーチしたりもできるんですよね。サロニールが、墓地を送られるとどっからでもいいんだけど、墓地を送られるとビーステッドモンスターとか、楽園魔法トラップカードを墓地を送れるっていう効果あって、で、グランギニョルが、クロコリューを送れるんで、だからクロコリューが送れるってことは、断罪が墓地を送れるってことなんですよね。なんで、断罪で墓地の楽園魔法トラップカードを回収できるから、ビーステッドで回収したい魔法トラップカードを落としておけば、断罪で回収ができる。まあ、だから楽園融合持ってなくても楽園融合にアクセスできるみたいな動きもできます。で、カルテシアは、融合派兵で特殊召喚もできる。これね、ほんと回してみないと、なんか動かし方とも分かんないと思うんですけど、かなりね、
あのね、複雑な展開ルートたくさんあって、なんかマジであの使ってみるしかないかなと思うんですけど、あの本当にいろんなことができる。でエンドフェーズにめっちゃ効果発動できる。まあ、あのアルビオンが墓地送られてて、なんかスプリント墓地送られててみたいなことが起きると、カルテシアが帰ってきて、なんかスプリントガンズキット特殊召喚して赤の楽園サーチして赤の楽園打ってからみたいな動きもできるから、なんか、ね、すごいことが起きんだよね。あの盤面的にはまあ結構なんか 4,5 妨害ぐらい立つし、先行でもね。で、次のターンのリソースも確保できるということで、なんかやばいことは起きている。で今回はティアラメンツは一切入ってないんですけど、まあ、ティアラメンツちょっと枠がね、捻出できなくて、入ってないんですけど、まあ、ティアラメンツとか、入れて回すのも全然できると思います。ちょっとその辺は細かい調整が必要ですけどね。はい。で、ビーステッド入ってるから、まあ、ティアラメンツ環境でも、抗えるし、こいつらが展開札であり、手札誘発であるからね、かなり強いなと思ってます。はい。というわけで、早速ね、この、楽融合と、ビーステッド、このシナジーを見せていきましょう。デュエル。スタンバイ。あーなんか強そうだけど、このデッ、手札もとりあえずうらら打たせたいですよね。とにかくうららを打たせたい俺は。スクラクイーン貼っていいか。ラクイーン融合にねうらら打たれるのがめっちゃめんどくさいんで、ちょっと一回うらら打たせたいんですけど、ちょっととりあえず一回カルテシアの効果無限ホールドが持ってくれ。なるほど。まあ、とりあえず、まあ、ここは何もない。で、グランギニョルとサロニールは、うらら打ちたくなるっしょ。さすがに。で、サロニール、効果。サロニールで、なんもねえか。通るかな、これ。これはね、後で貼りましょう。楽園の獣でね。楽園融合が通る前提ではあるんだけど、黒ゴリを送って。で、あればその楽園をデッキに戻しながら、これは、楽園開幕落としとくでいいか。断罪引いちゃって、これ断罪がね、引いちゃってなければ今断罪で、出楽園拾う方がいいかな、多分。で、ルベリオンとアルバスだ、これ通るんだ、大丈夫、OK。で、アルビオン、融合、召喚、効果発動。アルビオンの融合召喚に成功したため、除外して、ルベリオンを融合召喚。これが連続融合のパワー。そして、ルベリオンの効果。はっ、さらに、副楽園の効果。いや、これ、断罪引いてなかったら、ここで失楽園の効果適用できるんだけどな。ちょっと普通にうざいですね。で、楽園断罪の効果発動。いや、ここ本当だったらここ失楽園があります。盤面に。で、メルクーリエとかサーチできます。本来であればね。で、失楽園をここで回収して、ちょっと一手押せんだよな。赤。なるほど。で、ミラジード。はい。爆誕させる。赤はちょっと今余計だな。アレバスとかデスペアいねえんだよな。デスペアとかアルバスから入ってると墓地に溜まってることあるんだけど、赤は今あんまり関係ない説ある。で、ビーステッドルベリオンをアルビオンをリリースして特殊召喚。かっけー、かっこよマジで。で、ビーステッドルベリオンの効果発動。ビーステッドルベリオンはデッキから楽園永続魔法トラップカードを置くことができる。これによって永続楽園魔法トラップ3種を先行でセット、いや、置くことができたぜ。これマジで惜しかったな。マジで惜しかったわ。で、カルテシア、回収。はい。で、アルビオン効果。楽園マジックトラップカードをサーチするかセットできる。これによって楽園追放をフィールド上にセット。いや、これ本当だったらね、出楽園がね、適用されててね、手札にメルクーリエとかいるんですけどね。本来であれば。そう、まあいいだろう。まあどっかで融合はできると思うんで、追放あるから。うざっ。ちょうざ。いやー、これミラジェイドかな。ミラジェイドから副楽園起動しに行くのが一番いいかな。まあ楽園の獣でもいいんだけどね。ちょっと一
回あれだな、福楽院起動しに行こう。福楽院起動しに行ってなんかうららとか、これ多分楽融合とか入ってるから、このデッキうらら引きたいな。うららを引きたいで、あればその楽園をゲームから除外することにより、福楽園の効果が起動され、除外された光音は闇属性をデッキに戻しながら、なんで相手のやつを戻しながら俺はドローするんだルビリオンか。ここちなみにビーステッドとか引いても結構強かったと思うんですけどね。シェイレーン、いや強い、まあいいだろう。 OK で手札コストは、レイノハートか。 OKOKOK いいでしょう。で、採用率 54.、 あ、じゃあ勝率 54.4%、 勝率 54.5% 高勝率。楽園ティアラメンツってやつだな。いいだろう。相手にとって不足はない。あ、俺はちなみにティアラメンツは入ってません、デッキの中に。ああ、そしてデスペア、これルルワリですね。さら強かったんだけどね、まあ、今ちょっとあんま強くないから、あのエクストラデッキがクエリティスピラーしか今ちょっといないんだけど、出てくるデスペア。はい、でレイのハート特殊召喚からのハウフニス効果。いや、ここマジでビーステッド引いたら強かったわ。まあ、ビーステッド引いたけどルメリオンじゃないんだよな妨害にならない唯一のビーステッド引いてしまった人がロス。いいだろう。よし、サーチが通って 54.2%、 はあ、まあ勝率高すぎるだろ。キトカロス、はい、どうぞ。でこれで楽園追放で相手のキトカロス除外しよう。でスクリームね、いいよいいよいいよ、全然いいよ。とりあえずサーチだけ見てからにするわ。サーチ見て OK で、サリーク持ってきて、キトカロス、あ、違う、キトカロスの効果で、メイルーからの、レイのハートになんか落とす。でメイルーか、 OKOKOK、 はい。でメイルー効果、ここですね、ここ、楽園追放を発動。楽園追放の効果により自分の墓地から楽園竜アルビオンを特殊召喚し、ヒルド上のモンスターを素材にし融合召喚を行う。楽園追放の効果はっ、貴様のキトガラスは追放だ、融合召喚はっはっ、ふぅ、現れろドラゴスタベリア爆弾違う、あ、勝率高っ、こいつ 54.3% あるんだ。このカード勝率高いやん。カレードかいいだろう。さあ3体のモンスターを融合サイトして融合召喚していく。 OK カレードいいだろう。このタコが、このタコは大丈夫だ、スタペリアで対象取れる。でカレードハート効果、対象はメラジェイド、失楽院の効果、融合召喚に成功したため何かしらのカードを持ってくることができる。そしてドラゴスタペリアの効果によりカレードハートの効果を無効。よし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 強くね、強くねこれ。もうちょっと楽園の獣腐ったな。アルバスのあの破壊、楽園の獣でよかった説結構あるな。これちょミスったわ、最初の初動当てられるね。妨害がかなり多いから、あのね、どれを使う方がいいか結構迷いますね、これ。このデッキちょっと楽園の獣で破壊してるのは良くないんで、ちょっと獣は完全に腐りました。アレバスマジで獣で破壊しちゃったわ。まあでもあそこでな、福楽院でウルララ引くとかあったからな。はい、まあ、とりあえずは手札はめちゃくちゃ増えました。やばいアドバンテージが稼がれておりますやばすぎるアドバンテージが稼がれております。さあ、ザ・ビーステッド・ルベリオンの効果発動。さあビーステッドをサーチしていくぜ。捨てカードだと割んない方がいいっしょ、あのデッキ。サリークだもんね、多分後ろ。後ろ多分サリークだからと割んない方がよくて、でクエリティス効果使って、一応打点ゼロにするよっていう効果使うじゃないですか。はい。でですね、どっから動くか。いや、マジでカレイドハートいるから、これ油断すると負ける。負けれる、全然。油断するな。楽園融合からな。楽園融合発動。楽園融合の効果によって、まあ、リンドプルムスね、アルバスとスプリガンズキットで融合召喚、現れろ撃鉄竜リンドプルム。そして失楽院の効果、融合召喚に成功したため何らかの、アルバス系のカードを持ってこれる。よーし、相手よくこれで心折れねえなやるな。
黒五竜アルビオンの効果、いやマジでうらら引きて、ちょうらら引き貸してくれ、楽に開幕落として、うらら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 でいいよ。神音声認識、音声認証システム搭載音声認証システム搭載、いけミラージェロで攻撃、さあリークだろうな、いいだろう。さあ 54.5%、 あれ楽園の獣とかで割れないのマジキモいな。まあ効果無効は別にどうでもいいか、効果無効はいい。はい、で復活してこいよ、うるせえ、黙れバカ、誰が黙れ黙れ、二度と俺の前に面を見せるんじゃねえ、よみがえるな、お前はもう二度と、よしよし、うわ強いよやっぱこのデッキ。ただ一個言わして、マジで脳がバグるぐらい展開はむずい、このデッキ。対戦ありがとうございました。あーなるほど、一応これも二妨害ですからね、ビーステッ、まあ、光闇テーマであれば相手がやっぱフォクシーチューン、なるほど、いやフォクシーチューンわかんのじゃないかな、フォクシーチューンはね多分ね裏の止めた方がいいかな、さすがに、まあ、これでセアミに召喚されても大丈夫でしょう、まあ、ディアノートを展開できないでしょこれ。はい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 、オッケー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 、で、オロ服、え、オッケー。これ何が飛んでいくんだ、パンク入っててオロ服か、ティアラメンツ系かな、あー、そうか、パンクティアラメンツみたいな感じだな。で、ティアラメンツサリーク効果で、何らかの、てかオロ服引いてんの強くね、お前。制限カードやろ、それ。ティアラメンツのせいだけど。あ、レイドハートね。オッケー。で、レイドハート召喚。いいでしょう。勝率 54.8%。さあ、B ステッドは勝率何パーセントかな、メイル、いいだろう。ここ B ステッド、サノニールの効果。相手のメイルをゲームから開始。自身を特殊召喚。さあ、どうするよーしオッケー、仕事してる。まあ、ここがマグナムートだったらちょっと強いんだけどね。まあ、マグナムート制限カードなんでね。まあ、これマグナムートマジで制限の意味マジで分かったわ。そして、おー。で、ドロー、あ、メルクーリー、あ、強くね、いや、でも言うてこれは、いやー開幕手札コストな手札コストなくね、これ楽家を打つしかないか、手札コスト、あ、いや、でもあれやべ、ちょ、ミスったかもしれない、あ、増進はいいわ、あぶねえ、いや、これ、いや大丈夫だったわ、あのアルベルで持ってこれるから、今楽園開幕から入った方がいいわ、これ開幕から入った方がいい、ちょ、ごめん、ミスった、今一応ミスった、で、まあ、まあ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 、で、赤の楽園持ってきて、で、撃たれてたところで赤の楽園は撃てる状態にしといた方がよかった、ちょ、普通にミスったが、まあいいわ、ちょ、これね、レンドがね、足んないんだよね、まだ、ちょ、実装当日なんで、あの、プレミアすいません、今絶対にこれ開幕から打ちましょう、皆さんは。まあ、ルベリオンか、深淵に潜んでいこう、あればその楽園と、サロニールは、サロニールはアタッカーだから、あればその楽園ゲームから除外した方がよくて、これ手札だな、こうだな、で、まあ、どっちもいいや、ルベリオン、はい、で、ルベリオン効果、手札捨てる、で、ミラージェイダー出していく、いや、そう、マジで開幕だったわ、まあ、でも今はまあモンスター効果もう無効にできるからいいけどね、はい、絶対開幕から入った方が良かった説はある、で、まあ、一回バトル余計な効果使わない方がいい、これで、バトル入ってからミラージェイド効果、いや、これでハウフにすって言われても、メルクーリーあるんで大丈夫です、スプリンドプレンドでいいな、でこのデッキ ね、ハンドコストとかの兼ね合いでね、意外と捨てるカードかなりむずいから、楽園エゴにうらら打たれないように、かつハンドコストを切らないように
皆さんは動けるようにぜひ練習してみてください。連動足んねえよ俺。よしよし、ドロイドブルーム来てるぞ。いや、なんだかんだやっぱビーステッド強えわ。弾けるもん、どれかは。結構入れてるから、たくさん。光闇テーマじゃなさそう。あれ、ちょ、相手光闇テーマじゃなさそう。ちょ、待って、ガジェットやばくない？いや、春化粧からガジェットはやばくないですか？いや、普通にやばいわ、それは。なんかテレフォン送ってるし。え、ちょっと待って待って、やばいこと起きそう。やばい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 。やばい、やばいカード来た。採用率 0.005% の激ヤバカード来たって。あーこれはやばい。ビッグマテレオンだ。やばい、助ける。うわ待ってくれ、待ってくれ。まずい、ビッグマンガールはライフが回復するために相手ライフに500ポイントダメージを与えるカード。そしてテレフォンは毎回蘇生するためにライフを回復するクソ余計な効果を持ってる。余計だろその効果、おいやめてくれ。光闇カード使えよ、おい、お光闇カード使え。おかしいだろ。ちょっと待って、テレフォンの属性闇属性にしません。